どうもシャーペンです。今回は今年もちょっと遅れてしまったんですけども、毎年恒例企画やっていこうかなと思いますね。それが、今年のモンストは何落ちるのということで、結局毎週モンストニュースの予想やってるんで、まだやるんかって話になってくるんですけども、まあ、この段階で今年起こりそうなことを予想もしくは妄想、まあ、それが当たっていたりもそんなわけなかったり、まあ、来年の今頃振り返ってみたらちょっとまた新しい発見があるということで、結構面白いんですよね。なので今回もやっていこうかなと思います。まずは、昨年の今頃投稿した2023年のモンストを予想した動画の回答編をやっていこうかなと思います。ご覧ください。もう抜粋して見ていこうかなと思います。まずは情報修正でアンチ転送壁小祭り、これは2021年の年末に、まあ、転送壁ってギミックが登場して、でその後に登場した新春キャラクターのネオが、まあ、アンチ転送壁持っていたんで、まあ、2022年からは転送壁の環境が始まるんではないかと思っていたんですけども、始まらなかったっていう、まあ、ただ2023年こそ、まあ、始まるんではないかと思ってまして、まあ、ただアンチ転送壁持ってるキャラクターっていうのは着実に増えておりまして、これはそのアンチ減速壁のように、まあ、あれはその情報修正で一気に持ってるキャラクター増えた感じだったんですけども、アンチ転送壁の方は新キャラクターに、まあ、じわじわとつけていく方針に、まあ、なるんではないかっていう。でも言っても情報修正するんだったら、まあ、ちょっとはつけないんじゃないかっていうことで、まあ、この小祭りってなってるんですけども、一応まあ祭りとまでいかなかったですけども、2023年2月に実施された情報修正で、まあ、大元気とかマスターコーブをはじめとして星5のキャラクターを含めると14体のキャラクターがアンチ転送壁を獲得していたっていう、まあ、これは三角かなと。続きまして、ヒロアカコラボで久々に情報修正実施、これも2022年に銀魂コラボの復刻が発表されて、それと同時に情報修正が入ったので、まあ、これからは復刻系コラボと同時に情報修正するんではないかって予想で、まあ、ヒロアカを選んだんですけども、これは作品が違いましたね。情報修正と一緒に開催されたコラボはあったんですけども、それはハガレンだったっていう。まあでもこれはもう恒例になるんかなと思ったんですけども、今回のその復刻系コラボの呪術廻戦では実施しなかったっていう、情報修正やらないんですかね、まあ、それかもしくは2月3月なのか。でそして5月に進撃の巨人コラボ開催ってことで、いやこれなんか当たってましたね。おそらくこれ1月の後半ぐらいに投稿した影響で、その進撃のアニメが、まあ、前編後編に分かれるってことが発表されていたんで、なんかその辺から前編やった後の5月がちょうどいいかなと思っていたら、なんか当たったっていう。ただこれは的中したにしても若干心残りはありますね。多分第3弾は難しいと思うんですけども、まあ銀魂のように、まあ、短期で、まあ、復刻ぐらいはやってくんないかなと思ってますね。でそしてモンストニュースフラッシュでコラボ発表、まあ、2022年から始まった、まあ、いわゆる新しいサプライズでありまして、まあこれまでは新限定キャラクターとか既存キャラクターの重心化がここで、まあ、発表されるって流れだったんですけども、このモンストニュースフラッシュの前の新しいサプライズの方式を言ったら号外モンストニュースでありまして、まああれも元はクレオパトラとかラファエルの重心化会の発表だったんですけども、まあ、そんな状況で、まあ、鬼滅コラボの2弾発表されたんで、これはもしかしたらモンストニュースフラッシュも、まあ、新限定キャラクターとか既存キャラクターの重心化と思わせておいてのコラボ発表するんじゃないかと思って予想しました。しかもその作品が鬼滅の刃っていう、第1弾がオフライン発表で第2弾がこの号外モンストニュースだったので、なんか特殊な方式で来るんじゃないかと思っていたら、とりあえず一旦モンストニュースフラッシュに関しては、まあ、新限定キャラクター発表の場で、2023年はキルユアイドルが発表されてましたね。まあ、ただまさかの鬼滅の刃に関しては大型イベントのモンドリで発表されてまして、まあ、今のところは鬼滅の発表すべてがもう結構特殊な方式になってるんで、今後もなんか重要なタイミングで発表するんじゃないかなと思ってますね。で5等分の花嫁かけるモンストブライダルと、夏休みとクリスマスはコラボの開催になっていたんですけども、学園とブライダルは引き続き、まあ、モンストのオリジナルキャラクターのアルファになってましたね。そもそも今のところこのアルファイベントがコラボになってるのは復刻系しかないですからね。新規作品でここに関わってくることは今のところないっていう。でテンスラコラボが思ったより来ない、普通に来たっていう。いやなんか本当に他のソシャゲでやってるコラボってモンストに意外と来ないことが多くて、進撃とかまどまきで、なんかそういう立ち位置になるかなと思ったらもうすぐ来ましたね。これはもう大外れで、あとはどうにかしてブルーロックコラボだったり、まさかのポケモンコラボだったりって言ってるんですけども、この作品どころかもジャンルに関しても、まあ、スポーツ関連とか来てないですし、まあでもゲーム関連来ないってのはやっぱ未だに意外ですね。なんかあるんかなっていう。で次が X フラッグはなくなったけども X フラッグパークは継続、まあ、これもしっかり外れてますね。まあやっぱり X フラッグがなくなった影響でもフラパはなくなり、モンドリにリニューアルされたっていう。でルシファー&ガブリエル分岐重心化会、これも当時からさすがに期待しすぎだなと思っていたら、同年にまあルシファーとガブリエルの会が実装されるっていう、後から考えたらね、ちょっとよくこれ言いましたね。でまあルシファー分岐しなかったんですけども、まあ期待以上の結果というか、しっかりとルシファーの原型残したまま最強クラスに復帰できたっていう。そうかったですね。であとは超種族の実装だったり、種族のコネクトスキルの人が実装だったりで、重心化の実装が終わることは予想できたんで、もう重心化界の時代が本格的に始まるんではないかと思っていたんですけども、10周年でもそれを飛び越えて新形態の新重心化が実装されまして、しかも実装から1ヶ月経たないうちに新限定キャラクターが新重心化前の形態で実装されるっていう、もう早くも新重心化の環境が始まった感じがありますね。でさらに豪絶キャラクターに重心化界の形態を追加、これも重心化界の環境を始めるための策かなと思っていたら、モンドリで
降臨したのがゴーゼスだったんですけども、10周年で新難易度のレイゼスが発表されて、まあ、しかもそのレイゼスのキャラクターは新形態の新重心から実装されるっていう、まあ、これは結構2023年の中でも革命的な瞬間だったんではないかなと思いますね。で、10周年カウントダウンイベント開催ということで、いや、これやってくれたの嬉しかったですね。やっぱり6周年カウントダウンイベントの盛り上がりすごかったので、それはその記念すべき10周年でやってくれたっていう。で、もう内容としても例年通りのものから、まあ、新しいイベントも多くて、まあ、しっかりとモンドリの熱を保ったまま10周年を迎えられたんではないかなと思います。で、あとは10周年でモンテナが千早みたいな PV で中心化。で、10周年でエクスカリバーが分岐中心化って言ったんですけども、まあ、一応2人とも10周年で中心化発表されておりまして、まあ、それぞれの最後、まあ、エクスカリバーが最後の中心化発表キャラクターで、モンテナがまあ最後の中心化実装キャラクターだったんですけども、まあ、ただエクスカリバーは分岐することなく、まあ、モンテナも独自の PV でしたね。まあ、さすがにその最後の中心化を匂わせる感じはなかった。でも、待たせたなってボイスはありましたけどね。本当だよっていう。で、10周年ゴーゼス監視ガチャ。いや、これも一応名前は当たってますね。もうさすがにもうシンプルにグレードを上げてきたっていう。まあ、ただなんかもっとなんかガラッと変わるかなと思ったら意外と元気は残ってましたね。で、そして10周年人気投票ガチャのランキング予想してますね。本当の順位が1位ルシファー、2位ヤクモ、3位ネオ、4位ルナ、5位ミューズ、6位が正気ってことで。まあ、ネオだけ当たってますね。でもあまりにもルシファー界を舐めてましたね。4位どころかこれまでの人気投票は、その年の新春キャラクターが1位取ってたんですけども、そのジンクスすら打ち破って1位になるっていう、まあ、あっぱれでしたね。で、そもそも開催も例年の周年イベントではなく夏だったっても予想外でして、8月劇場のキャラクターが対象にならなかったってもちょっと難しい点でしたね。で、6月に天魔の古城追加層が登場。まあ、これも8ヶ月早かったですね。だいぶ早かった。で、最後にネオ普通に生き残る。まあ、これは生き残ったんじゃないですかね。リバースの方も現役だと思いますし、まあ、ハローワールドの方は2023年内だったらギリギリ生き残っていたんじゃないかっていう。でも2024年入っても完全マサムネと世代交代をしたんじゃないかなと思いますね。よく頑張った。以上答え合わせでございました。で、こっから2024年のモンストを予想していきましょう。どうぞ。ということでまずはコラボからいきますか。ペルソナコラボが思ったより来ない。もうそうなんですけどね、これに関しては。他のソシャゲのコラボではたびたび見かけて、で、しかも同じくミクシーが運営していることだまんでは、もう複数回開催されていて、なんなら今やってるんですけども、でも全然モンストには来ないって、もう筆頭候補の作品でありまして、もこれ以外も多分ほぼ来ましたね。進撃窓マリアとさっきのテンスラ、まあ、あとフェイトぐらいですかね。フェイトかペルソナかぐらいかみたいな。長年予想動画で作品名上げてるんですけども、全然来ないってもので、まあ、そもそもペルソナに限らずもゲーム主軸の関連作品とか当分来てないんで、まあ、結局今年も開催されなくてもおかしくないんかなとは思っちゃってますね。で、推しの子×鳥獣神祭コラボ。まあ、結構これまでのガチャありコラボの中でも、まあ、異例とも言える、まあ、ラブコメ作品のかぐや様告らせ大会去年開催されまして、もっと遡ってラブライブサンシャインも結構異例でしたけども、まあ、このかぐや様に関してはもしかしたら今年の推しの子のコラボを見据えたものではないかと予想して、今年しかもアニメ2期の放送も控えてますし、まあ、いつかわかんないですけども、鳥獣コラボとなると、ま、夏のイベント直前の、まあ、6月頃になるんで、その頃やってるんですかね。まあ、ちょっと早いんかな。でもかなり本命候補ではないかなと思ってますね。で、新エヴァンゲリオンコラボで初のコラボ新重心化実装。まあ、エヴァンゲリオンって言うとも、モンストのコラボが多いことで有名だと思うんですけども、さらに言うとも、重心化回ともに、この新形態の先陣を切ってるコラボにはなってるんですよね。で、そうなってくるとも、新重心化も先陣を切るのではないか。なんなら、ね、新エヴァですからね、シーンを合わせてくるって可能性もありそうですし、まだ新エヴァンゲリオンとかにイラストで実装できると思ってるんでね、やりそうなんですよね。で、なんなら分岐の重心化回に関してはね、ウリエルよりも先に来るっていうことだったんですけども、今年は割とまたエヴァンゲリオンが再来する可能性があるんじゃないかなと思ってますね。で、そして、無料コラボ復活。最近の話ですけども、約3年ぶりにモンパが開催されることを決定しました。なんかこれに限らずちょっと前のモンスト、まあ、昔っていうほどではないんですけども、まあその辺のモンストに戻ってきてほしいことで言うとやっぱりこれですからね。利益とか出せないと思ってるんですけども、帰ってこないかなと無料コラボ思ってますね。ちなみにこれが復活するとこれも3年ぶりになりますね。で、最後が2021年8月開催のドクターストーンなんで。で、その無料コラボが何になるかって予想なんですけども、美食の旅路×ダンジョン飯コラボ、まあ、ここ最近というかも2020年から控えの冒険戦が定期的に期間限定コンテンツとして開催されていたんですけども、まあ、ただおそらく昨年の開催内容というかバフィックってオサの感じがありますし、まあ、あれが最終回だったんじゃないかとは思ってますね。なので今年から定期的にやる期間限定コンテンツ何になるかなと思ったら、筆頭候補は過去2回開催されている美食の旅路になるんじゃないかなと思ってますね。ただ問題点というか、そんなに評判は良くないと思ってるんですよね。これは僕の感想も入ってるかもしれないんですけども、そんな悪すぎるコンテンツではないと思ってるんですけど、まあ、発表されてめちゃくちゃ喜ぶかっていうと、まあ、そうではない気がしますね。なのでそのテコ入れを加味してというか、控えの冒険戦も最初の開催そんなに評判良くなかったんですけど、2回目の開催でドクターストーンコラボ開催されて、コラボするならやってみるかって人多かったと思いますし、まあ、それでその触れる機会を与えつつ、まあ、それと同時にコンテンツ自体の仕様を改善することで、あ、控えの冒険戦も割と楽しいなっていう、まあ、それを思わせるっていうね、同時にコンテンツ自体の評価を高めることができるっていう、これだと無料コラボだとしてもある程度メリットはあると思いますし、まあ、今のモンストでもやることができるんではないかっていう。で、その上でこの美食の旅路と相性がいい作品といったら、まあ、ちょっと前だったらトリコとかになってたんですけども、まあ、今ちょうどアニメが放送されているダンジョン飯はかなり相性がいいんじゃないかなと思いましたね。コラボに関してはこの辺ですか。
かね。まああとアルファに関してというか、ネオアルファ実装、昨年6月にアルセーヌアルファ実装されて、まあこれがその新春イラストの代わりになるかなと思ったら、さらに今年新春鳥獣で新春イラストが実装されるっていう。なのでそうなってくると、おそらく来年の新春鳥獣震災では、まあ、ネオの新春イラストが実装されると思うんで、これと似たような流れを作るんであれば、どっかのアルファイベントでネオアルファ組んじゃないかっていうね。実際ここ最近のキャラ人気で言ったらもう結構一番じゃないかなと思ってるんで、まあアルファにする旨味ってのはすごい高いんじゃないかなと思ってますね。で、重心化回の話なんですけども、トゥーフォール重心化回難しい、まあ、これはあんまりトゲのない言い方なんですけども、トゥーフォーといったら重心化時代はその超線形実装の後押しもあって、群れれば群れるほど強いというか、もうそれでも当時の新春キャラクターのエクスカリバーをも超えるような活躍を見せていたんで、あの当時を体験した人は多分ね、回でも結構期待してると思うんですけども、それに応えることができるのかっていう、ちょっと正直相当難しいんじゃないかなと思ってますね。まあ、今年の闇属性で回になるキャラクターの候補も多くて、まあ、難しいんじゃないかなと僕は不安になってますね、勝手に。いやでもこれはぜひね、外れてほしいですね。大成功してほしいなっていう。で、そして、モンドリでパンドラが重心化回。モンフリ2020で重心化発表されたんですけども、ちょっと正直そこまで活躍することはなくて、まあ、新春キャラクターって大体重心化するともう環境トップを取るぐらいの勢いで活躍するんですけども、それ考えると異例な扱いでしたね。なので今度こそ回では環境トップを取り返すって言っていいんですかね。まあ、頑張ってほしいなと思ってますね。ただ今のこの重心化をベースにすると、おそらくまあ天魔の鉄製まだ分かってないですけども、それは見据えてると思うんですよね。それはするとは思ってるんですけども、他のクエストで大暴れする未来ってのがあんまり想像できないなっていう。なのでそうなってくると、まあ重心化ベースってのはもうアビリティガチガチにして、まあ高難度に強い性能で、もう一方の携帯兵を復活させるというか、まあ、デトラビに次ぐ2体目の分岐携帯が追加される回になんじゃないかなと思ってますね。まあそれぐらいしないとというか、結局ルシファンときっと同じようなこと言ってるんですけども、やっぱ重心化時代の活躍を考えるとね、これぐらいされてもいいのかなと思いますね。まあ、ただなんですけども、モンドリでマナが分岐重心化回、これ普通の考えだったら11周年予想になるんですけど、これあまりにも2020年と一緒なんですよね。同じイベントで新春キャラクターが同時に重心化発表される前例も、まあ10周年、まあ、重心化と回だったからって可能性もあるんですけども、まあガブリエル、エクスカリバー、さらにはカムヤもいましたからね。だからもう普通にありえんじゃないかっていうね。もちろんパンドラに目玉を飾ってほしい感じもあるんですけど、やっぱ上がり幅のインパクトで言ったらマナはすごいと思うんですよね。まあ、いわゆるターンアビバリア共有城って昔ながらの新春キャラクターなんで、またこれを玄関戦復活させるってのは面白いんじゃないかってことで、今年のモンドリはこの2人かなっていう。で、そして11周年でウリエルが分岐新重心化、こっちですね。でウリエルに関しては結構期待できそうというか、まあ、天国の方は、まあ、クリムトと一緒に今まで確定じゃないですけども、天魔鉄製になりつつ、まあ、テイナイドの方では貫通ゲージなしの全敵6本レーザー持ってるんで、まあ、アナスタシアのような活躍ができるんではないか。で、地獄ウリエルの方は新重心化のショットスキル、アシストスキルを生かして、まあ、一体編成することによって他の3体をめちゃくちゃ補助するっていうのもスーパーサポーターになれそうですし、なんならコピーと加速友情持ちになってマサマナの相方も狙えそうですし、まあ、この2人はしっかりと強みを出せんじゃないかなと思ってますね。で、なんならこの後にアルセーヌ重心化回って言おうとしたんですけども、さすがにその年、まあ、3体目の闇属性になりますし、新春キャラクターも3体になっちゃうんで、ちょっとこの段階では予想できないですね。まああと周年イベント関連だとガチャリドラッシュ今年も開催、まあ、10代恩返しの中でもめちゃくちゃ楽しくて、しかもガチャもいっぱい引けたよっていう。で、内容も割と良かったですしね。多分マイベスト系はあれ10年に一度って言ってるんで、また今年になって11年に一度って言わない限りは期待しづらいんですけども、これは恒例になってくれるんじゃないかなと勝手に思ってますね。ただこのガチャリドラッシュの実装で思ったのが、ちょっとアゲインガチャがマンネリ化してきたなというか、もう贅沢なんですけどね。200連って言われたらちょっとアゲインガチャの方も200連あってほしいなと思って、アゲインガチャに裏チャレンジコース追加、1連オア5連オア10連オア200連。まずこのガチャの演出でこの卵はしっかり10個出るかっていうところのドキドキで、さらにそれを乗り越えたらその10連の間で限定が出るか出ないかっていう、でそこで出なかったら200連確定するよっていう、もうさらに比率がやつになりますね。とりあえずこの裏ということで、このチャレンジコースの赤い画像、これをなんか10回押したらこれが裏返ってね、出てきてほしいですね。で、そして去年もやったんですけども、11周年人気投票ガチャトップ10ということで、これ今度こそって話ですけども、政宗が守るはずで、また同じなんですけども、今年は多分また10月開催に戻ると思うんで、やっぱりそうなると、まあ8月に追加される劇中新限定というのは強いんじゃないかってことで、まあ2位ですね。ただそこに追随してくるのが、昨年トップ1-2ルシファ役も、おそらくモンドリで新重心化をしているウリエルで、直近重心化回しているマナとパンドラも並んで、この人気どころが来るっていう。で、こっからまあ超重心限定、まあ5月とか6月に来るやつで、このオリエンタル新限定、ちょっと去年の勝機が高すぎたんで、まあ来るタイミングにもよるんですけども、あのガチャ引くって相当なんで、まあここまで来るんではないか。で、言ってもネオがギリギリ残るっていう、こんなところですかね。で、そしてクリスマスに弁財天が分岐重心化回、まあここまでラファエルから号外モンストニュースで発表されておりまして、3年連続でラファエル、ミカエルと、まあ新天使のためのやつかなと思っていたら、去年は魅力が来たんで、もうそうなってくると、もクリスマス形態あるキャラクターはそこでするってのが恒例になってそうだなと思ってるんですよね。ただもちろん号外モンストニュースの場合は PV がもらえなくて、弁財天っていうと結構人気どころというか、フラパ両日で2種類の PV 作られるって結構異例なキャラクターですからね。そんぐらい
ね、運営的には力入ってるとかと思いますし、まあ、しかも号外でしたら分岐もしなそうなんでね、そうなってくると号外じゃないんじゃないかっていう、まあ、だからその号外とかフラッシュに続く新しいサプライズ方式でいくんじゃないかっていうね、ちょっと何かって浮かばなかったんですけども、革新的な方法でクリスマスにサプライズを届けてくれるんじゃないかなと思っております。まあ、あとはコンテンツ系ですかね。超級曲ハースタート、まあ、超級曲って言っても種類あるんですけども、ガチャゲンの星4キャラクターがリメイクされている新超級曲に、水戸紋章が縛られた超級風っていう、定期的にこの新しいシリーズの超級が登場していて、で2シリーズ10体実装して、その後はなんかコンテンツに入れるっていう、天魔の古城とか三金大地とか、まあ、だから今年も新コンテンツにつなげるための超級くんじゃないかってことで、なんかないかなと思ったんですけどね、もうこれ予想難しすぎるんですよね。で超級曲派なんですけども、もう対策必須級ギミックは基本的に4つで、これは普通にやったらクリアできないんですけども、1個だけ消せるっていう、どれを消すかによって攻略できるキャラクターが違ってくるよって、このめちゃくちゃバランス調整難しそうなことしか考えられなかったですね。でそして8月に未開の大地更新終了、このままいくと未開は8月に60に到達することとなっておりまして、まあ、そうなると全属性の〇〇ミスキャラクターが神化の形態含めて実装されるんで、まあ、ちょうどこれキリいいんですよね。でも未開もこれで約4年以上の更新となりますし、そこでちょうど終わるにはいいんじゃないかなと思ってますね。ただそこで終わらずに、9月に新コンテンツ登場と、まあ、そもそも未開の大地ってひらめきの遊戯場と入れ替わりで開催されたんですよ。あれが更新終わってその翌月に始まったんで、まあ、同じ感じなんじゃないかっていう。でも9月にやるとも空中庭園から半年以上経過してますし、ある程度落ち着いてると思うんで、まあ、そこで新しいクエストを作ってまた仕事をもらえるキャラクターを増やしてくるっていう。でも未開が常設になるって可能性もあるんですけど、せっかくその未開っていう名前になってるんで、60に到達したらもう未開が未開じゃなくなるっていう、開拓の地になって新しいコンテンツで変化するって可能性もあるんですかね。でもそうなるとまた格差生まれちゃうのか。でもそれこそそのタイミングで追いつける機能とか作ったらいいかもしれないですね。でそして特定のキャラクターをワクワクの実が4つつけられるように、これはその画面をスッキリさせるためって効果がありそうですけども、やっぱりこの1個空いてるのが気になるなっていう、なんかもう1個入るよねと思っちゃうんですよね。まあそれこそ神獣神教のキャラクターはね、もう1個開けて最大4つって言ってもいいんじゃないかとは思っちゃいますね。簡単に言ってるけどこの1個で結構インフレするんだろうな。であとはやっぱり霊絶クエストの順次緩和、後日も結局まあ2周目に入ってからちょっと調整が入ったというか、極みがなくなりましたからね。おそらく霊絶もとりあえず1周目全て購入して、まあ、2周目が始まり次第ぐらいでなんか触れてくんじゃないかなと思ってますね。まずとりあえず訓練所に寝てほしいなっていう、もう試行回数とか大事すぎるんで、練習したいって気持ちはすげえありますし、他で現実的な話だと、まあ、連勝ボーナスが確定ドロップになるとか、逆にここでミラクルミンとか水戸紋章解禁とか言われたらいろいろまたありそうですね。でそしてさすがにこれやってほしい、運極ボーナス1000体まで追加、まあ、昨年が一応周期ではあったんですけども、野幕栄諸侯リセットが入ったので、今年さすがにまた野幕栄諸侯どっちか来る、まあ、野幕栄ぐらいあるかもしれないですけども、まあ、やらない可能性もありますし、若干ではあるんですけども、運極を作成する理由も減りつつあるんで、これで、まあ、モチベーションになったらいいんじゃないかなと思いますね。でそして役も生き残るどころか環境上位クラス、さすがにこれから環境はっていうか、もうすでに政宗がね強い感じがありますけども、未だに両形態とも強みは発揮できる場面はありますし、まあ、よっぽどのことなかったら1年間なんとかなんじゃないかなっていう、まあ、2024年末でもまだ強えなって言われてんじゃないですかね。で最後に、政宗ポカリスエットの CM 起用、早くも政宗ロードジーこの目薬ですねとのコラボ決定しておりまして、なんか、まあ、よりその爽やかさを意識した商品とコラボしていくんじゃないかなと思って、まあ爽やかといったらポカリスエットですかね僕は。で多分引き続き役もは食べるんじゃないかなと思います。まあ、ということで以上、今年もざっくりですけれども、まあ、この段階での予想でございました。来年の今頃確認してみて当たってるものはあるんでしょうか。ということでよかったらコメント欄から皆さんの、まあ、ほんとざっくりこんな感じのもう1年間起こりそうなことをね、もうどんどん言っていただけると、もしかしたら叶うかもしれないんで、書いていただけると嬉しいです。ちょっと今年は確認できなかったんですけど、来年はねちょっとコメントを探して当たってるやつを紹介したいですね。あと全員チャンネル登録していただけると、こんな感じで動画投稿が待っていくんで、よかったらしていただけるとモチベーションつながりますんで、よろしくお願いします。今回もぜひ、ではご視聴ありがとうございました。さよなら目薬。